こんにちは、遠藤聡です。今回のウェブマスターの裏話はですね、リードインについてお話ししたいなと思います。リードイン、ウェブマスターの手帳でも一回ご紹介させていただきましたけども、もうご存知の方いらっしゃると思うんですけども、リードインというのは何かと言いますと、ウェブサイトにリード獲得用のフォームを実装できるための、ウェブサービスですね。これはリードインなんですけれども、ウェブマスターの手帳にも実装していますので、ブログ記事読んでるとですね、スマホの方であれば下からピロッと出てきますし、パソコンでご覧の方であれば画面の右下の方からピコッと出てくると思うんですね。フォームですね、ニュースレターの購読用のフォームがピコッと出てくると思うんですけれども、それが、リードインを使ったフォームです。で、あれ何がいいかっていうと、やはりですね、ああやってピコッと出て、動きがあって出てくるっていうことで、以前もですね、このニュースレターのフォームっていうのをサイドバーに表示させたりとか、あるいはブログ記事の下にフォームを設置したりってことをしてたんですけど、なかなかそれだとですね、購読者数ってあんまり増えないんですね。ただ、リードインを導入して、あれを使い始めたことで、そのニュースレターってものに対して購読をしてくれる人が結構増えてきています。なので、やはりそこは認知なのか、なっていうところがあります。ただ下にあるだけじゃなくて、動きがあってそれが出てくるっていう、このアクションがですね、この動きがやはり認知を取れてるのかなっていうふうに、今のところ僕は考えています。このリードインなんですけれども、すごく、いいなと思うところがありまして、それは何かと言いますと、リードインのフォーム、ニュースレターに登録した人、購読した人がその前、そのページ、購読をしたページのはどこなのかっていうのが分かるっていうところと、そのページの前にはどのページを見てたのか、さらにその前はどのページを見てたのか、それがね、時間系列とともに、見ることができるんですね。メールで届くんですね、その情報が。これね、すごく便利っていうか、重要な情報、データだと思うんですね。実際にコンバージョンした人がどういう流れでそのコンバージョンに至ったのか、ページはどこから来て、興味を持ってくれてそのページのコンバージョンになったのかっていうことが本当に明確に見えるということがありますので、このリードイン素晴らしいなと思ってます。で、さらにこのリードインなんですけれども、リードインで設置しているフォーム以外、例えばウェブマスター手帳であれば、ペルソナ作成用のテンプレートをダウンロードできるんですけれども、そのページのフォームがあります。で、そこはフォームっていうのはベンチマーク E メールのフォームを使ってるんですけれども、そこのフォームに対してコンバージョンしたその人のデータも、リードインと同じようにですね、そのどこでっていうのは当然そのページにしかないんです、それなんですけど、その前は何のページを見てたのか、その前はさらに何のページを見てたのかというのが時間軸で、追いかけることができるんですね。これすごく大事というか、いいなと思うところで、リードインで設置しているフォーム以外のフォームに関しても情報を取得してくれる。ただね、フォームで、を設置して、コンバージョンしてくるってだけじゃなくて、そのコンバージョンしてくれた人がどのページを見たのかっていうのがすごく簡単に分かるということで、しかもそれがですね、毎回メールで届くので、一人一人しっかり見ることができるということで、非常にこれはウェブサイト運営をしてそのリストを獲得っていうところを、目標にコンバージョンにしているようなウェブサイトの場合には、ぜひこのリードイン導入してみたらいいんじゃないかなというふうに、個人的には思ってます。かなりおすすめのツールです。というわけで、今回のウェブマスターの裏話というところで、このリードインのお話をさせていただきました。それではまた来週。